コテッジガーデンさん、今日が14周年記念ということなんでお伺いしました。14周年記念ということで、これゆかりさんあれですよね、はい、カゴだけの販売と多肉のセットってあるんですよね、はいはい、カゴだけで4300円ですよね、普通のカゴの値段なんですけど、はいはい、ちょっと14周年記念にして、はいはい、苗が、うん、まあ、7,700円入っていてですよね。でも、うん、セットで8,800円ということですね。だから相当カゴ分はプレゼントだね。はい、でこういうね、これが、はい、皮でできちゃうやな。そう、ピンクっぽいのちょっと2色あってカゴ。ああ、なんかあの説明がありましたですね。そう、2色ですね、うん。はいはい。でこんだけ入っちゃうの。はい。この後、明日ネットショップでも販売予定しているので。あ、ネットショップでですね、はい、よかったらお買い物。こんだけ入ってだけどあれはね、うん、普段のこう多肉狩りでもちょっとね、いい感じですね、はいはい、おしゃれやな、鉢もいっぱい感じし、なんかさ、こう色合いとかこの感じがコテッチさん風というかね、くるみさんとかこう私好みにしちゃいました。こうそういう風よね、やっぱりこうなんちゅうの、リエールさんとか言ったのとか言いながら、なんかこう原色系みたいな、こうあでやかな感じするけど、ね、こちらの教室とかいうのはこう淡いさ、あれとこうジャンクな感じがっていうところがね、こう特徴的ですもんね。こっちがちょっと小さいやつよね。そうです。いや、いいです。あの綺麗なとこだけしか。こっちも、うん。これちょっと可愛い感じよね。ちっちゃいサイズですよね。ちょっと買うぐらいな。うん、はいはいはい、はい。ちょっとこの後いろんなカゴバージョンを用意しようかなと思ってて。ああ、そうですか。これもいいね。はい、この形もそういい。はい、なるほどなるほど。うん、まあさっきリメハチマロさんのも。うん、ワーゲン缶じゃない、ワーゲン鉢って言えばいいかな、なんかね入ってましたけどね、なかなか大分の方でも買えない感じやからね、はい、なら今回14周年記念ということで、はい、いろいろ送ってもらえたんかな、はい、あ、はい、つけてくれたのもあったんですけど、うん、そっちは早々に売り切れちゃって。ああ、そうなんですか。へえ、なるほどね。結構お手伝いさんも多い。4人。今日はたくさん。今日はね、すぐ植えちゃえば。これがメンバーシップで。あ、これもインスタに載せてましたよね。え、この葉、あれ、蜂は何？木でできてるんですよ、これ。で、サビ風と。サビ風よな。で、これはあれですか、ミルクペイントかなんかのやつ。なんやろな、私が作ったんじゃないの。え、これどなたが作ったの。これはツナさんっていう、うん、近所に住む。あ、ほんと、大分にまたね、別の、大分じゃない、福岡にツナさんっているけ、うん、あ、うん、ちょっと違う、上手ですね。そうなんです、欲しいな、これ。今ちょっとメンバーシップの方で。あ、そうですか。これの女性ウェレッスン動画を上げて。あ、なるほどね。で、キットを販売してる感じなんです。いいなちゃんと上げ底っていうか足がついてるからね。そう、水まけも、うん、いいよね、はい、木でできちゃうんだあ、まあ、俺もね、木でこうやるけど ね。あ、これいいな、逆反りの、ね、何やったっけ、これ何、クラウド、クラウド、うん、へえ、はい、逆反りのって好きやな、かっこいいっすねあらら、この脇ありセットを取っていいんじゃないですか。ちょっと話して300円、すごい、ちょっと訳がある感じのいやけど、でもセダム類はねこんなにもりもり入ってる、うん、まあまあこれだけでも300円の価値ですね。そうやね、そうやねよかったらお家で完全にここら辺ってすぐ増やせるから、ね、あっという間でしょ、はい、増やしてもらえたら、うん、すごいね。あ、これもかわいいな、これ何、オーストラリアンキャプテンハイ、キャプテンハイ、キャプテンヘイとか、キャプテンヘイってこんな感じだったっけ、いや、あのなんかもうちょっとこうエッジがこんなじゃ色つかないですよね。ですよね、うん、なんかちょっと違うイメージがあるけど、そう、赤っぽい感じですごい大人っぽい紅葉の仕方するんですけど、なんか
女性にすごい人気ですわな、うんうん、これは、はい、うん、私も好きでいっぱい。これどうやろう、うん、この手って夏はどう、涼しいとこがいいか、ちょっとなんか何が、あ、分かんないけどね、後輩されてる、あ、そうよね、分からんからですね、ちょっとブロブローサっぽいとこありますよね、ぽいかもね。なら東側の風通しのいいとこやろうな。ここら辺もいいね。ハニープリンセスっていうか、端っこはなんか写さないでほしい、はい、250円写していいですか、はい、これはいいな、こっちが、あーとかで、ね、かわいそうだな、一列に並べてあげないと。あ、それの群生もいいね。これね、これ何ですか、これ、キュートバブル、あ、キュートバブル、俺買わしてもらったんやないかな、この間あったの、ラッキーバブル、ラッキーバブルか、ちょっと違う、違うんすね、はい、うわ、これもいいなね。もうちょっと色が冷めてきちゃった、そうですね、え、これ売ってんの、売ってんの、嘘、はい、すごい、ボロ、あ、ボロボロさん、え、すごいじゃん。え、なんかどれかちょっとお迎えして帰るかな、ですよね、え、なかなか買えないよ、買えないからね、いけないですよね、なかなかね、いいね、いろんな人がね、え、いろんな人がゆかりさんとか出してくれるけん、すごいよな。それロッティ、これがね、なんかダフィーナガールって新しい、あ、そうなんですか、ダフィー、ダフィーっていうのもあったけど、うん、ありましたよ ね、あ、これいいね、ボールオブファットはすごい好き、これいいよ、ばっかりなんですけど、あ、そうですか、ちょっと開いて、あ、ちょっと開いてるね、うん、ちょっと開いてますよね、これからの季節ちょっと怖いです、うん、怖いですね、うん、2,3 日でもだいぶ違うしですね、開けたらもうちょっとがっかりみたいな、これもちょっとあれね、特徴的ね、はい、エッジが可愛いです、エッジが可愛いよね、うん、モダンジェリオンっていうの、ジェオン、あ、ジェオンか、ジェオン、はい、ジェオン、これなんだろう、これなんとの後輩かな、ね、肉厚ですっごい丸いな、これちょっと、これなかなかちょっと珍しいな、感じが、そうですね、ね、感じが珍しいですね、いつも甘いの欲しくなっちゃうね、そうですよね、ブルーベリー、ブルービーン、ブルーベリー、小ぶりなのかな、ね、ちょっと韓国のこう、ね、分かんないですよね、分かんないですよね、調べられるといいんです、そうですよね、ならまあとにかく14周年って、はい、やっぱね、随分やっぱね、最初から多肉でした、多肉とお花の方が多かった、うん、お花がですね、あ、そうですか、当時からも最初からワークショップとかしてた、簡単な感じ、あ、そうですか、ただ14年ってやっぱ結構なかなかですね、すごい、ね、立ちましたね、じゃあ来年はまた今度は15周年にして、ね、ちょっと霧のいい感じだからね、霧のいい感じですね、何かできるといいですね、まあ、またよろしくお願いします、はい、この後は自分が、ま、ね、ぜひ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 お越しください、はい、ああ、ぜひあの見に来てください、はい、あの汚い鬼、鬼は、いやいやいや、うちも汚れてます、ね、お吸いとかの鬼庭の鬼庭、ね、いやいやいや、はい、誰か来るとね、掃除できるからいいんですよ、ね、なんか寝て行き的に、そうそう、誰か来ないとね、散らかったままなんで、はい、はい、それはちょっとね、いい、買い物して帰りたいと思います、ありがとうございます、はい